今南沢なお。あ、え、あ。結構清純派の、まあ、結構長いことやってらっしゃいますよね。そうやな。甲子園のあの。ガールとかにもなってるんじゃないですかね。あの。その子やと思うねんやけど、はい、あの。T. B. S. かな、C. S. のやつで、落語のやつがあって。はい、知ってる。平和話。しかさんが。はい。三四人出てきて、一席喋る。の中になんかずっと。好きで、たまにとって見てんねんけど。はい、この後出る若い子の話が、みんな聞きたいんでしょうみたいな話して。話はい。 南沢ちゃんがどうのどうのって奈ちゃんがどうのどうのっつっててなんやろうと思ったらその最後にその南沢奈緒ちゃんが出てきて落語一席やんのよ。落語がいかに自分が好きかっていうのとこの師匠に習わしてもらったっていうのを話す枕にしてそこそこ受けてはってで一席あの「へいこいて帰れ」みたいなことも言うし「提案で」みたいなのも話すしでそれが終わってインタビューあんのかなと思ったらスッて終わるのよ。 感想ももどうやったなく普通はそこら辺がねフューチャーされてうん蛍光風景とかあるやんもうその舞台だけ本気本気の落語の番組にあそれはんか確かに好感持てますね好感持てるよな確かにんかやらされてる感じしないですんかうんその裏側とかを見して「そのいいところとかそんなのんじゃなくてにその落語大好きだから一席やりたいやりました また来週っていうい。そう。それだけ<ー>、でんでーんって言われて、<laughs> 次回の放送は、みたいな <laughs> <laughs> あ、ストイックですね、南沢さん。すごいね。もしかしたら DVD 化とかになったらなんか増えるのかもしれんけど、それ見て、うわー、すごいなーって。はあなるほど。もうだからテレビに出てる人じゃなくて、そういう演芸のところが好きな。 アイドルみたたいなな初めて見たなーって見っ確かに偽物じゃない感じがまたいいですね。うん、あのキャラクターで後からつけてるような感じじゃなくて。そうやな。はい。劇場までわざわざ運ぶっていうのかな。へぇ<ー>。すごいよな。南沢直ちゃん。うん劇場 そうやね警備劇場に山ちゃん足運んでたのにないや手だとかやめてください今だってそこの焚き火の火持ってくる人やりませんかねえ劇場まで行ってたのになんで炎上すんねやろうなって <laughs> いやそうなんですよね,ねえいやあれは本当にあの頃はね当日で入れましたからねああ <laughs> そうか、ね、その話もねさせてもらってましたもんねう